伊達宗景は、江戸時代前期の武士。道の区国仙台藩一門第三席、水卓立家四代当主。慶安三年十二月七日、水卓立家三代当主。伊達宗直の長男として、伊沢にて誕生。性質は悦子。万治二年、江戸幕府の承認を務めるために、江戸に下校し、元服する。三代藩主。 伊達綱なより返帰を受けて胸影と名乗る。万治三年、江戸城で四大将軍、徳川家綱に配慮し、自腹を賜る。漢文三年五月、父、宗直の死去により家督相続する。漢文七年江戸詰めの際に、福岡藩三代藩主、黒田光之の三女悦子と恋仲になり、翌年室に迎える。この際、 国主の姫と陪身との婚姻は身分不相応であった。ため、家老の中目を貴三郎らが奔走し、旗本の松平忠久の幼女として、胸影に嫁いだ。漢文十年、小地枠や伊達宗重と止め立て僧林の所領紛争が、藩主公権、伊達宗勝の介入で、宗重に一方的に不利な裁定となったことを、きっかけに、宗重は、 胸勝の戦王を幕府に訴えることになる。胸影は、おじ、胸重の側の立場から、衆と松平忠久の協力を仰いだ。遠方3年3月14日、仙台で死去した。去年26。死死がなく、四代藩主、伊達綱村の実弟村人が遺跡を相続した。ありがとうございます。